背景、私は一人で追い出せに来ています。もちろんそんな風には生きられないけれど、少しの間漂っていたいと思ったのです。でも本当はもう一度一緒に来たかったな、お父さん。本を読んでいるうちに信州の古い町に着いた。ここは一人の作家が暮らした町。千曲川に降る雨のせいだろうか、東京の夜とは別の時間が流れてゆく。大人の休日クラブ。